鹿児島市の近代文学館とメルヘン館の入館者数が400万人を達成し、今日記念のセレモニーが行われました。400万人目の入館者となったのは、鹿児島市に住む田中俊之さん36歳です。田中さんには下鶴市長から記念品や記念証が贈られました。今日は仕事が休みだった田中さん、交際して半年の彼女とデートで訪れたということです。正直初めてメルヘン館に来たので、まさかこんな400万人とかなるとは思ってなかったので、ちょっとびっくりしてます。近代文学館とメルヘン館は、鹿児島市の文学の振興や子どもたちの豊かな感性を育むことを目的に1998年に開館しました。27年目を迎える現在も1日平均500人が訪れています。今月から月あらば猫町田直子絵本原画展が開催されていて、夏休み期間中は2万人の入館者を見込んでいるということです。